校内の様子、ホームかさ上げ前、初芝駅は、大阪府堺市東区日置草、西町二町にある、南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は、NK61。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅である。ホーム有効長は、1番線ホームは6両、2番線ホームは8両。駅舎は、東側中央にあり、駅舎から、南波方面ホームへは、 地下道で連絡している。高野山方面ホームの一番線の裏には事業用車の留置線があったが2000年代頃に線路が撤去されている。駅舎南側には保線区などが入居する南海電鉄の事務所ビルが存在する。初芝高等学校の学生専用の臨時改札が設けられていたが近年は使用されておらず2010年に 車椅子対応の改札機を設置する際に撤去された。2010年より、校内のバリアフリー化工事が開始され、先日の車椅子対応の改札機と多目的トイレ、ホームのかさ上げ工事が2010年中に、改札からホームへのエレベーターと、エレベーター利用者専用の地下道が2011年春に設置された。 2019年時の1日平均乗降人員は16,849人で、南海の駅全100駅中17位である。各年時の1日平均乗降、乗車人員数の推移は、下表の通り。北東には、南海鉄道が初めて手掛けた、分譲住宅地がある。1935年5月15日から売り出された。宅地開発を機に駅名が、社内公募され、 貨物の車掌をしていた人が考案した初芝を採用。1935年8月1日に初芝駅に改称された。初芝立命館高等学校跡地付近にあるロータリーはもともと噴水であり、昭和初期に田園都市として開発された頃の名残。田園都市の面影を残す完成な住宅地である。駅前のバス停から境駅南口中もず。 駅前、三原区役所前、平尾の各方面への南海バスと南海ウイングバス、金岡の路線バスが発着している。ありがとうございます。